様は幼女のおばあさんの予言した際、難をどうにかして避けたいと思いました。そこで早速国中にお触れを回して、誰でも糸車に爪を使うことはならぬ、家のうちに一本の爪をしまっておくことすらしてはならぬ、それに背いた者は死刑にすると厳しくお言い渡しになりました。さてそれから15、6年は無事に過ぎました。ある時、そのお留守にある日、若い王女はお城のあちこちと駆け歩いておいでになりました。そのうち下の部屋から上の部屋へと駆け上がっていって、とうとう塔のてっぺんの小さな部屋に入りました。見るとそこには人の良さそうなおばあさんが一人ぼっちで座っていて、ツムで糸を紡いでいました。このおばあさんはツムを使ってはならないという厳しい王様のお触れをつい聞かなかったものと見えます。おばあさん、そこで何をしているの？とお姫様は尋ねました。ああお嬢ちゃん、私は糸を紡いでいるのだよ、とおばあさんは言いました。このおばあさんは王女が誰か少しも知らないようでした。まあ、と王女は言いました。なんて綺麗なんでしょう。それをどういうふうにやるものなの？私に貸してごらんなさいな。私にもできるかどうかやってみたいから。お姫様はこう言ってそのツムを手に取りましたが、それは持ち方がいけなかったのか、大変慌てて不器用な持ち方をしたのか、それとも悪い幼女の呪いの言葉がいよいよ印を表す時になったのか、途端ツムはいきなり王女の手に刺さって、王女はばったりそこに倒れてしまいました。人のいいおばあさんは慌てて人を呼びました。みんなお城の底からもここからも駆け出していきました。お姫様の顔に水を注ぎかけたり、紐を解いて着物を緩めたり、手のひらを叩いてみたり、ハンガリア女王の水という薬でこめかみを揉んだり、いろいろにしてみても王女は息を吹き返しませんでした。さて王様はこの騒ぎを聞いて早速駆けつけておいでになりました。そして15年昔の幼女の予言を思い出しながら、やはりこうなる運命だったのかと悟って、お姫様はそのままお城の中でも一番上等な部屋に連れて行かせ、金と銀の縫い取りをした綺麗な寝台の上に寝かしました。寝台の上にすやすや眠っておいでになるお姫様の美しさと言ってはありません。それは小さな天使だと言ってもいいくらいでした。人心地がなくなっていても生きている通りの顔色をしていて、頬は青竹色をしていましたし、唇はサンゴを並べたようでした。目こそつむってはいますものの、かすかに息をする音は聞こえます。それで王女が死んでいないということは分かったので、周りについている人たちは喜んでいました。王様はそこでやがて人が来て目を覚まさせるまで静かに寝かせておくようにと厳しくお言いつけになりました。さて王女を100年の間眠らせることにして、やっと危うい命を取り留めたあの心のいい幼女は、ちょうどこの騒ぎが起こった時、1万2000里離れた満漢国に行っていましたが、その使っている小人からこの知らせをすぐ受け取りました。その小人は七里飛びの長靴といって、ひとまたぎに七里ずつ歩く長靴を履いて出かけていったのです。それでこの幼女は早速そこを出て、竜になびかせた火の車に乗ると、ちょうど1時間で王様の城に着きました。王様はお手ずから幼女の見える幼女でしたから、100年の後に王様がせっかく目を覚ましても、この古いお城の中にたった一人ぽつねんとしているのではどうしていいかわからなくなって、さぞお困りになるだろうと思いました。そこで何をしたでしょうか。幼女は魔法の杖を振るって王様とお妃を除いてはお城の中のものを残らず、それはお付きの女教師から女官からおそば付きの女中から宮内長官、表役人、コック長、料理番から炊事係、台所ボーイ、番兵、
親とスイス兵、走り使いの小物まで残らずで杖で触りました。それから同じようにして、別当と一緒に馬屋で寝ている馬も、裏庭で遊んでいる報い犬も、お姫様の寝台の上で眠っているお手飼いのチンまでも、みんな魔法の杖で触りました。魔法の杖で触るとすぐ誰も彼も何者かたわいなく眠りこけてしまいまして、お姫様が目を覚ますまで決して目を覚ましませんでしたし、お姫様に用事ができればいつでも目を覚まして御用を務めるはずでした。何もかも眠ってしまったとは言って、それはかまどの前の焼き串までが生地や山鳥の肉を串に刺したままやはり眠ってしまいました。これだけのことがみんなほんのまばたき一つする間に出来上がってしまいました。幼女というものは全く仕事の早いものですね。やがてそこで王様とお妃は お姫様の額にそっと優しく頬ずりをしてお城から出て行きました。そうしておいて誰もお城に近づくことはならないという厳しいお触れを国中に出して回りました。でもそのお触れはわざわざ出すまでもありませんでした。なぜというに、15分も経たないうちにお城を取り回しているその中にたくさんの高い木や低い木がもっさりと茂り出して、その中には茨や草やぶがびっしり鉄条網のように絡みついていましたから、人間も獣もそれをくぐって入ることはできなかったからです。そういうわけでしばらくすると、外から見えるものはお城の塔のてっぺんだけになりました。それもよほど遠くに離れていなければ見えないのです。これも幼女の見事な離れ技だったことがわかりました。こうして王女は眠っている間、誰一人面白半分覗きに来ることもできないようになったのでございます。